12月28日、朝の御言葉。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のために、ご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ガラテヤ人への手紙、2章20節かつて憐れみに富む主が通られた時、倒れて死に瀕している私たちをご覧になって、 まず第一に、生きなさいと言われた。なぜなら、命は例の世界において、絶対に欠くことのできないものの一つであって、命が与えられていなければ、人は神の国のもろもろの祝福に預かることができないからである。生徒たちが生かされる瞬間に、恵みによって与えられる命は、キリストの命に他ならない。それは、幹から流れる樹液のように、 枝である私たちに流れ込み、私たちの魂とイエスとの間に生きた結合をもたらす。信仰はこの結合を実現する恵みであって、恵みの発歩として出たものである。それは教会の体を栄光の頭に結ぶ首にあたる。信仰よ、あなたは私たちを主に結ぶ絆。それがあなたの務めだ。あなたにふさわしい名は、 教会の首、意師とその働きにおいて、教会を天に上がられた主と同じにする。信仰とは、主イエスをはっきりと知り、主に踏みとどまることである。教会は、主の素晴らしさや価値を知り、どんな誘惑にあっても、心を移そうとしない。キリストイエスは、この天来の恵みを喜ばれ、愛の抱擁と、 永遠の身腕をもって常に境界を強め支えてくださるのである。ここに活気に溢れた明確に感知することのできる喜びに満たされた結合が確立され、そこから愛と信頼と同情と満足と喜びの流れが湧き出、新郎と新婦は喜びつつこれを飲むのである。魂が 明確に自己とキリストとの一致を見ることができるとき、両者の脈は共に打ち、同一の血液がそれぞれの血管を流れるのを感じる。そのとき、心は地上にありながら、あたかも天国にあるようであり、最も崇高な霊的な交わりに入るために備えられるのである。